リンテンバイエル。岡崎リンテンがラジオで行うギター初心者のためのギターワンポイントレッスンです。今月のお題はこれ、リビングナチュラリーを弾こう、その9。長丁場になってまいりました。9週目に入りました。リビングナチュラリー、最初は毎週のごとくですが、チューニングを説明しておきます。変速チューニングですね、スタンダードチューニングから6弦を2音下げます。そして5弦を1音下げます。4弦3弦はそのまま、そして2弦を半音上げます。1弦は1音下げます。6弦目からたどりますと CGDGCD ですね、この順番になっております。先週までで丸々2コーラス解説していきました。2コーラス目の最後の方をもう一度おさらいしてみます。少しゆっくり、おさらいしてみましょう。ここまで来ましたね。1コーラス目は3弦目の1フレット、そして5弦ベース音が5弦目の3フレット、こういうフォームで、2弦から5弦までを弾きましたが、2コーラス目、今度は、C パートに入る前はですね、ベース音は、5弦目の1フレットをベース音に取ります。そしてもう1本4弦目の1フレットを押さえます。2弦3弦は開放です。これを8分で食って、C パートに入ります。もう一度最後のセクションから行ってみますね。こういうリズムですね。頭カウントしながらやってみましょうか。1、2、3、4。こういうふうに続くわけです。さあ、その C パート、押さえ方は非常に簡単です。まず C パートの最初の小節は、先ほど解説したようにベース音は5弦の1フレット、そしてもう1本4弦の1フレットを押さえますですね。コード的にはこれメジャーセブンのコードになりますけどね。そして2小節目はベース音は5弦の3フレットに移ります。そして押さえるのは3弦目の3フレット、2弦4弦は今度は開放です。メロディーを取る1弦目1フレットから開放へのプリングオフ、これで取っていきますね。まずもう一度 C パートの最初の小節から、そして4小節目で1弦目の3フレット小指ですね。そして、プリングして、この1弦目の1フレット人差し指、これもプリングします。これを連続させて、プリングする、これがですね、リズムに乗りながらやるっていうのがね、非常に難しいかもしれません。もう一度 C 頭の、C パートの頭から 1、2、3、4。もう一度繰り返します。ですね。その最初の4小節間と後半の4小節間、多少親指の動きが複雑になりますけどね、押さえ方は変わりません。そして、この C パートの一番最後になりますね。そしてこれ D パートに入っていくわけなんですけど、最初にも解説したように、ここのプリングの連続、1弦目のプリングですね、ここでリズムが崩れやすくなる、このあたりをちょっとテンポを落としてですね、皆さん
このプリングの連続でリズムが狂ったり突っ込んだりしないように練習してほしいなと思います。 C パートの後半、まあ、C ダッシュパートと呼んでいいですかね。そこからもう一度言ってみます。3弦目の3フレットは C ダッシュパート一番最後にそれを5フレットまでスライドさせます。そして D パートに入っていきますですね。こういうフレーズなんですが、最初は6弦はまあ開放のベース音を取るとして、それ他の弦は5フレットを人差し指で制覇してください。そして次で押さえ替えます。今度は単独ですね。押さえるのは2弦目の4フレット、そして、4弦目の5フレット、ベース音は5弦目の5フレットです。これは一つのフォームとして押さえてください。そして、この着地ですね、D のパートに1小節目の着地、これは 3,4,5 弦目の5フレット、これを押さえるフォームになります。6弦目の、まあ、ここはスライドでもいいですけどね、譜面はスライドになってると思います。こういうフレーズにつながります。ここから先はですね、次週にじっくり時間をかけてまた解説していきたいと思います。さあ今日のリンテンバイエルいかがだったでしょうか。このコーナーでは皆さんからのギターに関する質問あるいは悩みご相談何でも受け付けますので、どしどし、お送りください。ご質問は番組ブログよりお送りください。番組ブログは、検索サイトよりアコースティックウィンドと入力すればすぐに見つかります。またこのコーナーは番組ブログよりビデオで見ることができます。ぜひね、皆さんのギター向上にお役立てください。以上リンテンバイエルのコーナーでした。